女優の川島なお美さんが昨日胆管癌のため、東京都内の病院で亡くなりました。54歳でした。はいね、し川島さんは愛知県出身、青山学院大学在学中に歌手デビューし、その後は女優としても活躍9。7年のドラマ失楽園では妖艶なヒロインを演じ話題となりました。 去年1月,に管内月7日には夫の鎧塚さんと一緒にイベントに参加していましたが17日、先週木曜日主演していたミュージカルを体調不良を理由に途中降板年末に予定されていた舞台も降板することが決まっていました。